Thank you.
地道に歩いてきた甲斐があったろ。楽して空から帝国領に侵入したら、あいつら防空隊がお出迎えってわけさ。この辺りは帝国の裏庭みたいなもんだ。軍の警戒は緩い方だが、気を抜くなよ。帝都はまだ遠いんだからな。なんで帝都に行く？それは浜関を封じ、奪い返しにじゃないのか？石の力でダルマスカ最高、そうなんだろ。気持ちはわかるが、どいつもこいつも。私が力に飢えている、浜関に取り憑かれている、そんな風に見えますか？そういう奴を一人知ってる。
浜崎に夢中になって他には何も見えなくなって、始終わけのわからん独り言ばかりでな。エーデスだったかベーネスだったか、まあ何でもいいな。とにかくそいつは全てを浜崎のための踏み台にした。飛空艇やら兵器やらを開発したり、俺を無理やりジャッジにしたり。あなたがジャッジ？秘められた苦い過去ってやつだな。すぐ逃げたよ、ジャッジの義務からも、そいつからも。シドルファス・デム・ブナンザ、ドラクロワ研究所、ドクター・シド。浜崎に心奪われて、あいつはあいつじゃなくなった。俺の父親でもなくなった。お前はあんな風になるな。俺は逃げちまった。石に囚われたあいつを見てられなくて、逃げて自由になったと思い込んでた。なのに浜崎と知らず黄昏の破片に手を出して、あんたに会ってここにいる。結局逃げられやしなかったんだ。だから終わらせる。過去に縛られるのはもういい。過去を断ち切れば自由。ナブラディアとダルマスカ、その同盟の象徴としての政略結婚、誰もがそう言っている。象徴ですか。王家の義務さ。役割を演じるのは疲れるな。守ります。君でよかった。あんたの心、石なんかにくれてやるなよ。王女様はお強いんだ。そうありたいと願うわ。Thank you.
Yeah.
Yeah, ha,
と。Yeah, huh.